綺麗。いい色ですね。今日はね、地元の神社のお祭りというか、なんとか祭みたいなやつなので、でもお祭りっていう感じしないんで、なんか抽選会があって、何かくじが当たるみたいなやつで、社務所みたいなのできる、社務所っていうの？テント作っておじいさんがずっといるやつ、あそこにおじいさん役として行きます10時から夜までね。でも途中一回帰ってきたいなというふうに、思っております。ポンちゃん、ただいま、ただいま帰りました。しっぽ、しっぽ、しっぽ、だいぶ疲れた。何回出かけたかな今日は多分2回シャワー浴びてるんだよね。そして今帰ってきたところだけど、もうシャワーを浴びるのは辛いなぁ、もうめんどくさくなっちゃったので、体中を、拭くやつ、スースーするやつで体を拭いて、もうあとは寝るだけっていう感じになってます。いや、なんか食べるのかな。まあ、おいママさんは、まだパートから帰っておりません。これから合流です。ジャン君、パンちゃん、今日はどうでしたか？なんかいたりいなかったりのパパとママはどうですか？ジャン君は迎えに出てきてたね。ポンちゃんは結構座布団の上で寝てたりしたね。はい、もうあとはうちにいるからね。あ、明日またね、片付けのため朝僕出ます。9時に行かなきゃいけない。力仕事やらないと、ということでした。